よいしょ。聞こえてるかな？まだ20分ぐらいあるけど、なんかもう暇だから、なんかあと20分話しながら待とうかな。あ、こんばんは。あ、こんばんは。そして今日寒い。あ、また始まる頃に来てくれていいよ。あの、なんかすることある人は。まだ始まんないからね。あの、映画自体はまだ先だから。また始まる頃に来てくれたらいいよ。好きなキャラについて話し、なんか語ってくれていいよ。あ、こんばんは。コナン何チャンネルだっけ？あ、10ちゃんかな？地域的に違うかもしれないけど、10ちゃんかな？てか、テレビの音聞こえてる？テレビの音聞こえてるかな？あ、こんばんは。あ、仕事お疲れ。お仕事大変だね。今大変な時期だけど頑張っておくれ。あ、うちは4ちゃん。あ、こんばんは。こんばんは。あ、そうか。やっぱ地域によってチャンネル違うんだね。我が地域は10チャンネルだよ。この、服部地域では10チャンネルで映るよ。今日はスペシャル仕様で源太くんをゲストにね、呼んでるよ。ギャラはうな重で手を打ったわ。あ、こんばんは。源太くんはうな重おごれば来てくれるからな。大丈夫だ。あ、十ちゃんがそもそもない。あ、あの、売ってるリモコンにさ、十ってあるじゃん。あ、これゼロって、ゼロチャンネルなのこれ。別の地域では。そういうことか。おい、コナンって。おい、コナンって。そんな感じで。あ、誰かコメント表示ありがとうね。一応出そうと思えば別のキャラも出せるよ。ちょっと、何人か保存したからね。出そうと思えば出せる。こんな感じで灰原さんをチラ見せすることもできるぞ。あ、テレビ局がない。10チャンネルないんだ。こんばんは。そう、平日頑張ったね。みんなお疲れね。仕事。平日仕事だった人、お疲れ様だよ。まあ、今後も大変だと思うけど頑張ろうね。あ、ないんだ。じゃあ、あのさ、テレビのリモコンさ、1から12まであるじゃん？ 1 から12までの10のところはないってことか、リモコンで。初めて知った。連休いいね。赤井さん来るかな？赤井さんはあんまり顔出さないから、なんか、ちょこっと、なんか、たまに出るかもしれない。ひょこっと。まあ、源太くんはもう神出鬼没だからな。どこでも出てくる。あ、こんばんは。
これぐらいでいいかな。なんか自分が子供になってるみたいな。ちっちゃい。あ、やっぱ、10ちゃんないんだ。予約して、あと15分ぐらいかな。もうちょっとしないと始まんないけど。そう、なんかやることある人は今のうちに、片付けておき。なんか皿洗いとか、まあ、お風呂はもう間に合わないか。まあ、他のことやること。でかすぎだな、確かに。かな？これぐらいがベストかな？ 5 ちゃんか6ちゃん？ああ、そうなんだ。じゃあ今、コナンのチャンネルの前は何してる？大阪と一緒かな。今自分のテレビは沸騰ワード10っていうのやってるんだけど、沸騰ワード10でなんか宝塚養成学校潜入調査みたいなやつやってんだけど、あ、一緒か。やってるテレビは一緒か。そう。で、あ、一緒ね。で、CM してるよ。コナンくんの CM。なんかこのコナンの CM がさ、完全に赤井さんと安室さんメインに紹介されてるよね、これ。実際はでも一応そうな、一応メインか、二人が。ストーリー的に二人がメインってわけではないよね、これ。あ、一緒？あ、鉄腕ダッシュの CM、あ、チャンネルは一緒だよね。あ、やっぱ一緒だ。あれ、今さ、あ、CM は違うんだ。番組は同じだけど CM は違う感じか。今最初うちは一発目コナンの CM 流れたよ。ああ、じゃあ違うんだね。ちょっとコメント、画面のコメント見えづらいから、玄太くん後ろにするわ。コメント一番前にするね。あ、CM 流れてない。あー、じゃあ違う。放送のタイミング違うんだ、やっぱ。え、純国のナイトメアってさ、赤井さんと安室さんがメインではないよね、話的には。一応メインなのか？合格だ。あ、待って、合格。まだこっち CM またいでまだ見れてないよ、それ。あ、こんばんは。今ちょうどこっちは CM またぎで答えをちょっと気にならせタイムになってるから、まだ結果見れてない。あ、黒の組織メインな感じか。一回だけ見たんだけど、なんかはっきりとストーリー覚えてないんだよな。あ、でもあんまり話したらあれか、まだ初めて見る人もいるだろうし。うん。なんか面白いから。いいよ、気にしないで。そこまで感情入れて見てなかったから。うん、気にしないでおくれ。でも合格してる。結果知ってたけど合格してるの。めっちゃ喜んでるわ。あー、そっか。あ、DVD 持ってる？いいね。コナンの劇場版の DVD 持ってないんだよな。集めたいんだけど。
ちょ、前も話したけど、あのボックスが欲しいんだよな、コナン君の映画は。あとさ、どっからかは覚えてないんだけどさ、コナンの劇場版があるときさ、なんか、原作者がさ、なんか色鉛筆でなんかその、色鉛筆で書いたやつあるじゃん。なんて言うんだろう。あれ、あのさ、劇場版で毎回、なんて言うんだろう、ポスターみたいな感じで色鉛筆で、各色の、なんて言ったらいいんだろう。あれ知らない。あのイラスト好きなんだけど。映画行ったらね、毎回下敷きとか買ってたんだ。劇場版の、なんかイラストを、なんか色鉛筆風のなんか色でさ、塗ってるやつ知らない？あれ好きなんだよな。ピアノ、音楽のやつ。フルスコア、なんとかのフルスコアの時に初めて買った記憶は覚えてる。あれ、何のフルスコアだっけ？ TBS？ あれね、高校生の時あれの出題時期を買って、使ってた。なんくん、あ、旋律のフルスコア、ピアノをポンって押してるところのイラスト、なんか赤ベースのなんかシャシャシャってなんか塗った感じのかっこいいやつ。画像探せばあるかな。来週は根性のフィスト、見たことないから来週の方が楽しみかな。銀翼のマジシャンの時からあるのかな。銀翼のマジシャンも面白いよね。怪盗キッドが、あ、でもあんまり言わない方がいいか。なんかラストシーンだし。あ、そうそう。去年映画館行ってないから、まだ見れてないんだよな。去年の映画。あと10分もね、もうちょっとで始まるよ。あ、また CM してる。うん。そう、なんか、ん？本調？あれ、服部平次いる。あれ？服部の鳥って合ってる？服部平次。園子さんが可愛いことしか知らない？園子はもともと可愛いでしょ？あ、なんか、そういえば言ってたな。なんか、髪がおろして可愛いみたいなの、なんか、見たことある気がする。あ、こんばんは。時間あるからもう一人出そうかな。あ、ちょっと待ってね。タガメ捕まえ方わかる？川で泳いでるよ。捕まえ方わかんない？身長合ってないか。もうちょっと、見ちゃった。三彦君の身長的にもっと、これぐらいか。こんな感じかな。
夜限定かな。なんか昼にも見た記憶あるけど。ごめん、ちゃんと調べてないからわかんないや。あ、人増えてきたね、ちょっと。あ、こんばんは。あ、というか、ライブ前にいいねをしてくれた人ありがとうね。なんかいつもより、前も言ったけどいつもより多かった。ありがとうさんだよ。なんかいいねとかコメント数は結構ね、嬉しいもんだからね。まあ視聴数はそんな気にならないけど。そう。あたがめつく、あ、やっぱ夜なのか？ごめん、適当なこと言っちゃった。ああ、言ったらまだ誰か押してくれた。ありがとうね。ゲストさんもういますか？どうだろう。後でこっそり増えるかもしれない。少年探偵団系は増えてくるかもしれないかな。あ、了解。あ、帰り気をつけてね。帰り、車か徒歩かわかんないけど、帰り気をつけてね。危ないよ。あ、夕方ぐらいに捕まえた気がする。多分時間関係ないんじゃないかな。なんかいつでも捕まえられると思うよ。あ、こんばんは。あ、そっか、夜しかやらないから。まあ、それは仕方ないね。良い人で、けたん。良い人でけたんか、どういうこと？あ、電車か。電車なら大丈夫だ。うん。うん。まあそう、気軽にコメントしておくれ。でも、タガメを重点的に探すというよりは、なんか、やりながらなんか、いろんなことやりながら探した方がなんかいい気がする。あんまり、タガメ意識しない方が。あと、あれかな、魚影も逃がしながらやった方がいいのかな？わかんないけど。そうそう、気がついたらいたって感じだよね。そうそうそう。基本的にみんな、なんか狙ってない時に捕まえるよね、タガメって。あ、来た来た。あ、まだだ。そうそう。タガメとか、アメンボとかもそうかな？いいな、早く来週も早く見たいぜ。あ、こんばんは。あ、てか、テレビの声聞こえてるか？テレビの音聞こえてる？あ、そう、桜意外と散るの早いんだよね。4月前半にもう終わっちゃうからね。あ、こんばんは。おなら？あ、ハクション大魔王か。あれ、今何の話してたっけ？あ、音は聞く。あ、了解了解。あとちょっとだけ大きくするわ。ちょっと、テレビ、映画しっかり見たいから。コメント見つつ、まあ、暇ならゲーム、手が空いてるならゲームしつつ、映画見つつ、のんびりとやろう。自分は喋りながらゲームしながらテレビ見ながらは無理だから、ちょっと今は動物の森我慢するわ。魚図鑑埋めたいんだけどね。浅野の方の島の時間動かして、浅野の方の島に通信で遊びに行って、今埋めてるの。どこ住みですか。今はイタリアかな。まあ、イタリアに住んでるよ。あ、南半球だから、あ、そうだね。今、秋ぐらいかな。こんばんは。あ、こんばんは。
まあ、2時間ぐらいの配信、ゆっくりしていっておくれ。また日曜日雑談か動物の森するから、また日曜日も配信も来ておくれ。話そう。株かね。通常プレイで株のやりとりはリスクでかいからな。あ、ほんとだ。なった。くじ、来た。始まったよ。多分、ラグ少なめだから意外と、リアルタイム感覚で見れると思う。こっちのコメントも聞けると思う。あ、はい、拍手。拍手して。この金曜ロードショーの最初の映像なんかいいよね。前のやつも好きだったんだけど。あ、来た。ごめん、あんまりコメント読めないかもしれない。おう。あ、ちなみにね、概要欄に声優、キャストもしっかり載せてるからね。キャスト気になる人は概要欄見てね。そう、これがあれなんだ。ああ、言っちゃダメだ。このかざみさんだっけ？お。強い。蘭姉ちゃん級だ。早速来たよ。あ、しょっぱな飛ばしてるな。これ風見さんってさ、この映画から登場した？風見さんってこの映画が初めて？もっと前から出てた？うわ、かっこいい。これ蘭姉ちゃん超えてるわ。あ、やっぱ映画から。やっぱそうそう、なんか知らなかったから。やっぱ初めこれが初登場ね。じゃ、この映画をきっかけにレギュラー化したんだね、かなみさんって。そうそう、あんまり馴染みないキャラながら人気だからさ、あれ前から出てたのかなって思いながら見てたんだけど。ああ、ここのカーチェイスもすごいってツイートで言ってた。赤井さん来たよ。ちょっと CM 挟んだら、手が開くからキャラクター追加しようかな、画像で。いいよ。そう、最初からクライマックス。これは映画館で見てない。これはレンタルだったかな。これはレンタルで見た気がする。もうなんかラストシーンかのようなカーチェイス始まってるけど。そう。あ、ごめん、あんまりコメント読めないときある。そうそう、こういう時車の運転やばいよね。もう普通に運転 してる人からしたらもう大迷惑だよね。ここもやばいよ。いやー、赤井さんクールだわ。こういう時動じないキャラって かっこいいよね。こういう時無の表情で淡々とやるキャラクターってかっこいいよね、やっぱ。入力、はい。やっぱ、SNS 好きなんだよ、きっと。え、キュラソーだっけ？多分、ツイッターとかめっちゃやってる人なんだと思うよ。打ち込み早いから。ツイッターとか LINE とかね。すぐ既読して、すぐ返信してくれるような人だよ、きっと。
同時で欲しい。そうそう。ちゃんと被害最小、ま、被害最小限には済んでないか。そこすごすぎでしょ。いやーもうこれ巻き込まれた側めっちゃかわいそうだけどね。あ、来たか？来た来た来たよ。あ、違った。まだ早かった。あ、来た来た。来たよ、赤井さんの。あ、初見、こんばんは。映像映せないけど、感想とか書いてってね。見ながら喋ってくから。あ、こんばんは。これめちゃくちゃ怖いよね、運転する人からしたら。もう心臓。田村さん。もうこれが序盤の、これが最初の展開だからね、もう。ここの赤井さんもかっこいいよね。天海祐希さんの声もいいよね。ゲスト声優さん。頑張って。ちゃんと狙ってや。そう、先が楽しみ。上手。やっぱ赤井さんは狙撃だよね、やっぱり。ナイシューシートよくできましただわ。もう半端ないけど爆発が。おか、赤井さん、お母さんがファン？お母さんも赤井さんファンってこと？かっこよすぎてコメントできない。でも、コナン世界のキャラクターは強いからな。あー。ちょっと黙って見ちゃうわ。私はアムロ。新蘭っていうのは新一と蘭姉ちゃんのことかな。新蘭カップルファン。あまりごめんね。あまり用語詳しくわかんないからごめんね。多分そうかな。新一と蘭姉ちゃんカップルってことだよね。いいよね。ライフル、射撃部、野外、なんて言うんだろう。野外稽古。あ、これで、あれか、記憶なくなっちゃうのかな？確か。唐突に来たな、コメント。あ、オープニングかな？これでようやくオープニングっていうね。最初から大盛り上がりだね。あ、もうこれじゃあ消しちゃうね。なんか他の人の、あ、誰か、おー。ごめん、誰かがコメント処理したの初めて見た。ありがとうね。来たよ。みんな、少年探偵団パート来たよ。そう、灰原さんかわいいよね。あ、あれなんかあの最初の紹介シーンってないんだね、今回。あれ
あれ、今紹介パートカットされたの？違う、あ、気のせいかな。なんか俺は高校生探偵工藤新一みたいな。あ、カットされちゃったんだ。いや、流してほしいよね。なんか、あー、そうなんだ。なんか俺の正体を知ってるやつは誰々だみたいな紹介毎回あるじゃん。毎回あのジンに後ろからどつかれるシーンとか流れるけど、最初はないんだね。コナン君相変わらず推理力がすごいね。ごめん、コメント集中したらテレビ見れなくなっちゃう。ああ、まあね。でもコナンの映画って2時間もあるんだっけ？なんかアニメの映画ってさ、1時間半ちょっとぐらいのイメージがあるんだけど。そう。幼馴染のランと、なんだっけ？あれ？このコナンの世界のおなじみの遊園地ってなんだっけ？あ、この服いいよね。特に灰原さんのが好き。偽物の目入れてんのかって。トロピカルランドか。ああ、そう、ありがとう、ありがとう。ゲンタ君のそういうところが可愛いんだよ。ゲンタ君の。あ、博士のクイズもカットされちゃったんだ。かわいそう。怪しい。カナンちゃんいいね。もう観覧車とかしばらく乗ってないわ。まあ、もともと高いところ得意じゃないけど。盗撮と、ちゃんとしっかり。そう、いいね。遊園地行きたいよね。少年探偵団だわ。そう、あんまりの、まあ、あんまり乗る機会もないけどね。まあ、大阪いっぱいあるけど、あ、大阪じゃない、イタリアだ。イタリアにもいっぱいあるけど。別にそここだわらなくていいか。もうコナン君めっちゃ連絡、あの、なんていうの？名前欄めっちゃあるね。自分とか連絡帳全然名前入ってないわ。悲しいわ。あ、そもそも地元の遊園地小さすぎて。もう始まってるよ。てか、小五郎の寝方よ。ラン姉ちゃんいいね、かわいい。あ、
ありがとう。あんまり、別にそんな、コナンのチャンネルってわけじゃないけど、まあ雑談とかの配信でコナンの話するときあるからまた来ておくれ。一応来週の根性のフィストの放送でも配信する予定だからまた来ておくれ。あとなんか配信のラグがちょっと大きくなったと思ったら更新したら多分5、6秒後ぐらいのラグに戻ると思うからちょっと長ラグがなんか広がったと思ったら一旦更新しておくれ。あ、ありがとう。ああ、めぐれ警部やっぱ貫禄あるわ。あ、ベルモット来たよ。毎回言うけど、もうベルモットの声が大好きなんだよね。あ、喋って。ああ。ベルモットの声いいよね。メニュー気になる。ちゃんとそこまで見てなかったわ。美味しい、ちい、かわいい。美しい、ちい、かわいい。てか、この観覧車すごいな。二重になってるってすごいね。あ、こんばんは。うん。あ、久しぶり。ありがとう。時間。あ、こんばんは。まだ序盤だから、今から見ても大丈夫だよ。まだすごい。さすが黒の組織さんだね。あーなんかこれでオチ思い出しちゃった。あ、なんか急に悲しくなってくるわ。あ、こんばんは。ご無沙汰しております。コメントできない。あ、了解、ありがとう。そう、イルカ、個人的にスイカ食べてる青が、個人的にスイカ食べてるは今、青が欲しいかな。もう映らないかな。え、違うよ。別人だよ。あ、ちょっと待って。玄太くん選んでるじゃん。了解、お疲れ。あ、自分が好きって言ったやつ、玄太くんがチョイスしてて笑うわ。あ、博士。あ、シャチか。え、イルカだよね、今の。あ、野球のやつがいい？いやー、なかなかフレンドリーだよね、あの三人。小学一年生とはいえさ、知らない大人の人にあんなに絡めないよね。あ、多分、サングラスかけてる子がいい。そう、基本全部可愛いけどね。あ、確かに。あのピンクのやつか。あれ、映画館で、初販売すればよかったのにね。何気に人気で出たかもしれないよ。あのイルカのキーホルダー、実際劇場版のグッズコーナーで置いたらさ。あ、試作品、かわいい。白イルカかわいい。シャチのキーホルダーが欲しいっていうコメントね。あ、CM 入った。え、CM 入ったかな？みんな CM 入ったかな？ちょっと画像いじるからちょっと待ってね。
ばい、あゆみちゃんの画像さ、多分違うサイトから画像拾っちゃって、なんかちょっと違う感じだね。ちょっと画質荒い、画質が荒い感じになってるわ。これでおなじみ元初期少年探偵団3人が揃ったよ。みんな月見てみ。ごめん、今立ち上がる余裕がないわ。また終わったら見てみるさ。とか、なんかこの前ツイッターでスーパームーンがどうのとか言ってたな、そういえば。やっぱさっきの変なコメントもうしなくなったな。やっぱ一回タイムアウトされると、みんな多分3分ぐらい待てなくてどっか行っちゃうんだね。変なコメントする人って。すごい、ちょっと見たいんだけど。まあ、次の CM 来たら見るわ。月。浅野も名推理すごいよ。私が一番大きく見れる漫画、あ、そういうことか。あ、始まったよ。いや、すげえな。あれ、もうこれ乗れるんだっけ？あ、来た。ベルモット接触したよ。いや、ダメだ、無視したわけじゃないからね。怒らないであげておくれ。うん。どうした？誰かいたの？あー、コナン君がいたからか。ね、ベルモット美人だもんね。え、コナン、はい、バラ。あ、これもしかして。ちょ、ゲンタ。いや、マジで何やってんの。あ、違う、あの、更新したら治ると思うよ。更新するか、動画のバーを一番左にしたら治ると思う。右か。いや、すげえ。いや、もうほんと、ゲンタ、トラブルメーカーだな。感じた？いや、もう博士は全然動けなかったしさ。灰原さん感じ取ってしまったね。ケンタのんきだな。まさかの博士が怪我するっていう。ちょっと。いやー、かわいそうに。うん、博士かわいそうだわ。怪我するは言われるだで。悲しい。
あ、ハト。ハトかわいい。うん。なんか企んでるよ。あ、ごめん。え、あ、餌あげちゃダメなの？あ、こんばんは。やっぱ命に狙われてるとやっぱ警戒しないとね。何？博士。鳩に愛された博士よ。え、ラムってまだ原作でも正体バレてないよね。屈強な大男。年老いた王子、女のような男。そして、片目が。そう、片方がギガン。まだ原作でも分かってないんだよね、確か。もう分かったのかな。あ、出てない。やっぱ出てないんだ。誰だろうね。候補はさ、もうすでに候補は何人かで出てるけど気になるね。うん。もうだいぶ絞られてきたね。まあ。まあ、もしかしたら源太くんかもしんないけど。10円ハゲがあるから、もしかしたら源太くんかもしれない。あ。何やってんだよ、博士。いや、博士、マジで。え、そうそう、どうした？あ、なんとなく予想はついてる？あ、もう大体わかってるんだ。でも、博士が、やっぱ鳩に心を奪われてたね、今。しかも一応、判明はしてないけど、ほとんど、絞られてはいるんだね。ちょっとコナンアニメの方で追ってるからさ、原作の最新の方まで見てないんだけど。でもアニメめっちゃ再放送が多くて、なかなか最新の話が流れないんだよな。コナンのアニメって。今やってるのも再放送だよね、確か。映画に合わせた赤井さんファミリーの話。乗りたいね。こういうやつ。あとポッポ。わあ、めっちゃ豪華。あれ、まだ記憶も戻んないよね、確か。すごい広いね、観覧車。この観覧車めっちゃ広いね。ドア？どういう意味だろう。あ、あれだ。あ、思い出した。でも言っちゃダメだ。
アビット。ノックだ。やっぱ元太くんはユーモアが溢れてるわ。あ、CM 行った。いいね、キットと、キットいいね、やっぱ。この二人一回原作でも絡んでるよね、確か。なんか宝狙ってる時にさ、京極さんが守るみたいな話あったよね。なんかなんかか、その子のお母さんとかけしたんだっけ？なんかそんな話あったよね、原作でも。あ、灰原さんも置いちゃおうかな。なんか顔の大きさが統一しないんだけど、まあいいか。これで、あとコナン君だけ。そうそう、来週見れるぜ。歩み目、コナンに近づく。京極さんかっこいいよね。あー、結構熱烈だね。CM 中。あ、この CM あれだ。昨日ツイートしたやつの前の新しいやつだ。まあまあ、みんな仲良くすればいいじゃない。今のうちに洗濯物干してきます。間に合うか？ CM 終わりそうだよ。ごめん、同窓会には行けません。いい、カーチェイス。あ、室内干し なので大丈夫？うん、ならいいや。まだ30分か、あと4分の3もあるぞ。いいね。蘭姉ちゃんと京極さんは強いからね。アイス食べちゃおう。あ、朝のもアイス食べようかな。今スーパーカップかピノ、スーパーカップかピノ食べれるから。めっちゃ長文。あー、あれね。例の CM ね。あ、始まったよ。あ、チョコモナカジャンボも美味しいね。ちょっと次の CM 行ったらピノ食べるわ。うん。いいね。アイス取っておいで。高木さん来てるじゃん。なんか高木さんと佐藤さんいつも一緒だよね、仕事中も。珍しい損傷。そう、来週はお菓子食べるか。なんか好きなもん買っとき。ベルモットめっちゃ接近してるやん。あ、遊園地に C、C
CT あるの笑った。あ、CT って何？珍しいやつ？この本格的な病院じゃないとないんだ。ごめん、素人だからあんまりわかんない。実際だと病院、ちゃんとした病院じゃないとない機械が揃ってるってことかな。なんかスキャンみたいなするやつかな。あ、CT スキャン。そうそう、スキャンだよね。あ、検査の機械だけど、めっちゃでかい。あー。やっぱかなり豪華な遊園地ってことだね。もうガチ。救護室にめっちゃ課金してるんだ、きっと。もう子供っぽくコメントしてるわ、コナン君。ちょっとおっちゃん。映画館で笑いそうになった。そのシーンで笑う人なかなかいないと思うよ。病院系で働いてないと、気がつかないかもしれない。そう、もう小五郎さんかっこいいときはめちゃくちゃかっこいいんだけどね。水平線上のストラテジーだっけ、なんか船の上の映画、あそこの小五郎さんとかめちゃくちゃかっこいいけどね。そうか、なんかもう基本あんな感じだけど。あ、最近 CD 撮りました。あれ、タイトル合ってるかな？水平、そうそうそう。そう、ちゃんと推理できるんだ、やるときは。そうそう、小五郎が活躍するの結構好きなんだよな。しかもちょっと推理した理由も好きなんだよな。なんかじゃあ推理した理由というか、なんていうの、ちゃんと推理できた理由か、あれもいいんだよな。あれ違う話かな。いや、一緒だね。ナチュラルに睡眠。慣れない、もう、いや、でも自分はもう完全に心さん慣れたけどね。そうそう、そういう感じ。木崎弁護士にね。何？来週の映画の、あ、来週はちょっと小五郎さん活躍しちゃうんだ。いいね。いいね、いいね。どういう活躍するかわかんないけど。いや、でも小五郎さんだとアクションはなさそう。いや、でも小五郎さん何気に強かったよね、確か。何部だっけ？小五郎さん一応強いよね。蘭姉ちゃんに比べたらちょっとあれだけど。うん。ごめん、映画に集中できなくなっちゃう。じゃあ、柔道部か。めっちゃ初期に、元柔道部の仲間の、との間の事件もあったよね。あの話も結構好きなんだよな。元同じクラブの、マドンナっぽいお姉さんが殺されちゃう話。あの話結構好き。あ、来た来た来た。この狙撃二人好きなんだよな。
この狙撃のさ、二人結構好きなんだよな。旅館のやつ。おっちゃんは投げ技するよね。投げ技。コナン君が遠回しに心をサポートしてあげるやつ。いいね。あ、コルンとキャンティ。いいね。撃たれてる。いや、狙撃上手だわ。あ、そっか、あれでバレちゃったんだっけ。もうベルモット嫌いなんだよね。え？あの人見捨てたからベルモットのこと嫌いなんだっけ。なんだっけ、あの人。あのキャラなんて名前だっけ。あの赤井さんにやられちゃった黒の組織の名前忘れちゃった。ああ、来た。そう、大岡立木さんだよ。バルバトスだっけ？あ、カルバトス。え、あの人を見捨てたから、見捨てじゃないわ。あの人を、あの人がやられちゃったからさ、あの事件関連で、なんか嫌いみたいな話してなかったっけ？撃たれてしもた。かわいそう。どちらへ？いや、ジンはいつ、あ、ちょっとアイス取ってくるね。ちょっと待ってね。帰ってきたぞよ。てか、あのピノ買った時気がついたんだけど、気がついてなかったんだけどさ、今売ってるピノにエヴァンゲリオンのイラスト載ってんだけど、かわいい。後ろにあのチビキャラのさ、シンチ君とかアスカとかいる、かい載ってる。何？そう、スパイ多いよね。なんかガバガバだよね。なんか黒の組織、来るもの拒まずなのかな、なんか。なんかさ、すごい、あの、厳重な、なんて言うんだろう。厳重な審査されないのかな。うわ、すげえ。え、最近ピノ買った人いる？めちゃくちゃかっこいいんだけど。あ、おいしい。そしておいしい。甘い。ピノをガバッと開けたらさ、あの、エヴァンゲリオンの予告風な感じの文字でさ、めっちゃ書いてる、文字がずらって並んでて、めちゃくちゃかっこいい。新しいスタイルのアイスを提供したい。ピックで食べる。開発。1970年代、当時の日本国民に愛されるとか。まあ、書いてることはかっこよくないけどさ、そんなに。文字の並びの感じがめちゃくちゃかっこいい。
ん、ピノ美味しいよね。うん、忘れなかったらあげる。え、今写真撮るわ。こんばんは。ごめん、ちょっと待ってね。ちょっと黙るね。ツイートするから。エヴァのバーってこれだよな。あ、始まっちゃった。とりあえずツイートしといて、誰だっけ？ シリウスブラックじゃないわ 誰だっけ？あ、ジェームズブラックだっけ？あ、こんばんは。エヴァ、あ、ジェームズね。ごめん、ブラックでハリー・ポッターの方出ちゃった。ジェームズさんの初登場の話も覚えてるわ。間違えて誘拐されちゃうシーン、あの話ね。あれ、このしゃくれてる人なんて名前だっけ？あ、待って。パンダか。最近物忘れやばいんだけど。そう、パンダの話ね。パンダの話じゃないけど。え、なんて名前だっけ？あ、キャメル捜査官。運転が得意なキャメルさんね。パンダカーの時の赤井さんの顔やばい。確かにその頃の赤井さんってさ、黒の組織なんじゃないかみたいなミスリードあったよね。ごめん、ちょっと今、食べててごめん。あ、安室さん来たよ、安室さん。昔の赤井さんってさ、なんか黒の組織なんかない、なんじゃないかって、ミスリードさせるみたいな感じでちょっと悪っぽく映ってたよね、最初。さすが健太くん。安室さんはかっこいいな、もうナチュラルにかっこいいよね。え、なんか手がめっちゃ荒れてる。ちょっと痛いな。ん？
この前ゼロの執行人見たんだけどさ、コナン君がさ、高木刑事と夜の公園で二人きりで会ってさ、なんか情報聞き出してるシーンがなんか、冷静に考えたら変で面白くなっちゃった。なんか小学1年生に呼び出されてさ、情報を話してる高木さんがなんか面白くなっちゃった。感じ違う？ああ、そっか。全然その辺わかんない。あ、いいね。リボンズアルマーク行く？やっぱスイカ食べてるやつかわいいわ。やっぱ源太くんと好み合うかもしれない。もうやっぱストラップかわいいよね。やっぱ商品化すべきだったわ、これ。エンター。あ、来た。かなみさん。下の名前、下の名前、ゆうやって言うんだ。あ、シリ勝手に起動した？すまんね、勘違いだ、すまん。うん、帰ろう。何気にち、うん、大切にしようし。乗ろうな。うん、風見さん人気だよね。あんまりがっつり出てこないけど、なんか人気だよね。どういうところが人気なんだろう。なんかなんかクールな感じがいいのかな。あ、ゼロの日常のか、あー、なるほどね。そっちの漫画でいっぱい出るからか。なるほど。ゼロの安室さんが主役の漫画で出てるんだよね、確か。あ、そうなんだ。逃げちゃダメだ。あれ言った時のコナン君かっこよかったけどね。自分の運命から逃げるんじゃねえぞって。あ、ゼロの日常おすすめ？あ、じゃあ買おうかな。なんか赤池の日常とか売ってないの？赤いファミリーの日常とかある漫画は出ないの？
そう、財力、お金の力ね。そうそう、FBI の日常。安室さん捕まってるじゃん。水無怜奈さんと。確かに。その繊細いいよね。下の名前漢字わかんないんだけど、ことのってもことって漢字入ってるよね。エヴァンゲリオンのミサトさんとか。ジンさんクール。疑わしきは罰せよ。そうか、代表作ってなったらセーラームーンになっちゃうか。クールキッド。嘘でしょ？あ、そうそう、その人、その人。仁さん、落ち着いてた。その人、裏切り者じゃないよ。キュラソーの勘違いだよ。なんかウォッカ黙ってたら超渋くてかっこいいんだけどね。なんか活動するとなんか小物感が出ちゃうんだよな、ウォッカって。ジン優しかったの？でも自分で優しいっていう人は信用できないよ、あんまり。アニメの世界は時間ゆっくりだからね。さん逃走。あんまりがっつり、別にいいけど、あんまりがっつり、内容言わない方がいいよ。あ、ラムさん連絡してくれた。一応この段階でまだ誰がやったかわかんないもんね。だって、その誰が撃ったか、でもみんな知ってるのかな、もう。
やっぱ上司にはちゃんと従わないとね。嫌われちゃったら大変だよ。やっぱこの二人組好きだわ。ジャパニーズポリス。ジンさんはなんか劇場版だとイケイケだな、なんか。っていうかさ、この人、声優さん変わった？ジェームズ・ブラックさんさ、声優さん変わった？あれ、この人声変わってない？なんか昔こんな声じゃなかった気がするけど、あれ？一緒か。あ、変わってないんだ。待て、今、ただ聞いてた、今、声。ごめん ごめん、勘違いだわ。なんか昔もうちょっと癖があった気がしてさ。最近結構昔のさ、黒の組織とか FBI が出てくるアニメ見返したんだけどさ、昔もうちょっと癖がある感じした記憶あったけど。結局変わってるの？ごめん、浅野の勘違いかもしんない。スルーして。あ、やっぱ変わってる。あ、合ってたんだ。よかったよかった。ごめんごめん。あんまり、でもあんまり、そのがっつり主要キャラじゃないから、みんなあんまり気にしてないと思うけど。自分最近見たからさ、そこそこ前から変わってるのかな？あれ、なんかもうちょっとなんか、癖のあるさ、おじいさん感ある声な気がしてたからさ。今の声もいいけどね。やだよ、コナン君のスケボーシーン来たよ。公衆電話いいね。うん、そうそう、なんかちょっと違う感じしたよね。おお、この映画から変わったんだ。ありがとう。調べてくれた人ありがとうね。やっぱ変わってたのか。そう、やっぱ年配の声優さんって、そうだ、作品完結するまで、なんかやっぱ生きててほしいよな。
長編アニメになればなるほど、なんか、悲し、心配になってしまうわ。ゆうや、なんか、あんまり下の名前で聞かないから、すごい違和感あるわ。うん。もう、その子姉さんは様々だよ。いや、ほんと、社長の、お金持ちの娘って感じだわ。あ、ここから風見さんのターン？ここから風見さんが活躍するの？あ、こんばんは。でも、蘭姉ちゃんさ、ちゃんと割り勘とかしてるの偉いよね。あれ、確かそんな話あったよね。あれ？なんかちゃんと友達でいたいから、みたいな感じの話なかったっけ？気のせいかな？なんか、すごい記憶にうっすら残ってんだけど、そういう話。あ、活躍はしないのか。風見さんのターンだけど活躍はしないんだね。あ、やっぱあったよね。なんかそうそう、ちゃんと友達でいたいからみたいな感じのやつあったよね。すごいうっすら覚えてんだけど。あー、そっかそっか、合ってる。よかったよかった。あれ？新一ボイス今日初じゃない？あ、これ聞こえちゃったんだかな？ちょっと新一浮気か？あ、でもいっぱい喋るんだ。いいね。ちょっと、新一、誰だ？あ、そうだね、観覧車のシーンあるから、風見さんがいっぱい出るのか。そう、コナン君、うっかりだ。あはは。さすが、その子さん。わ、灰原さん、メガネいいね。京極さんの声優さんさ、叫び声めっちゃ特徴あるよね。京極さんの声優さん、名前わかんないんだけど、めっちゃ叫び声とかさ、おりゃーって言うときにさ、特徴出るよね、あの声優さん。ブリーチでも出てるわ。なんだっけ、多分誰か知ってるだろうな。誰かがそろそろコメント、そうそうそう。漢字読めないんだよな、その、叫ぶ声めっちゃ特徴的だよね。他の役でもさ、他の役で普通に喋ってるときはさ、普通に喋ってるときは、そうそう、一角さん、そうそう。普通に喋ってるときはさ、気がつかなかったんだけどさ、こう叫び声とか、うりゃーみたいな声の時に一瞬で分かっちゃう人だよね。あ、ひやまって読むんだ。なんか、いろんな役演じてる人でもさ、割と叫び声とかそういう、なんか、声
声出すシーンは割となんか似たような感じになる、なるよね。あ、テネプリでジャッカルやってる。あの、超スタミナがあるでおなじみね。あ、幽々白書アニメ見てない。でもヒエ好きだから、わかるかもしれない。ジャッカル好きだわ。レイガンね。勇者王ってなんだろう、わかんない。スタミナあるからな、ジャッカルは。ダブルスで厄介だよ。こう、いろんな必殺技が、ド派手な必殺技がある中、ジャッカルは特徴がスタミナがあるだからな。もう特に必殺技が思い浮かばないし。ガオガイガーわかんない。ごめん。スタミナそう、スタミナツルツルくん。龍門ほおずき丸めちゃくちゃかっこいい。もうあれっきりなのが悲しいんだよな。まあ一応劇場版で使ったんだけど、挽回。テレビの技名、ネズミ花ビート、何それ。まあ今はなんか代表戦だから仕方ないさ。てか CM が長い気がする。あ、イチゴと一緒。ドラゴンボールの方見てないからわかんない。あれ、森久保さんだっけ。あ、来たよ。リナさんが好きな風見さん出てきたよ。あー、乗っちゃった。あ、安室さんいるじゃん。安室さんちゃんと潜んでるじゃん。ごめんなさいって。ちょっと一応子供っぽくごめんなさいって言ってたね、今。安室さんは何着てもイケメン。何？こっからがやばいんだよね。まだ最初のカーチェイスが可愛く見えてくるわ。でも風見さんこのシーンだけ見るとちょっと小物感が出ちゃうんだけど、まあ実際は優秀な人なんだろうけどさ、なんかこういうシーン見るとなんかちょっとあれに感じちゃうよね。あ、来た。はい。あんなとこから狙い撃ちできるってすごいよね。そう。いやー。
頭の回転早いわ。これは赤井さんのファインプレーだね。足長い。いや、こんなところでこんなクールに話できないって、普通。いや、もう絶対怖いわ、こんなところで喋ったら。怖い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 。やばいでしょ。アムシャーね。逆襲のアムロね。逆だ。ちょっと上で喧嘩してる場合ちゃうで。本当に。確かに。どうぞ、大人。上でイチャイチャしてる場合じゃないからね、今。下で爆弾あるからね。本当にもう。そして下に玄太くんがいるっていう。ほら、またイチャイチャ始まったよ。足場めちゃくちゃ不安定だからね。派手だなぁ。そうそう。このシーンめちゃくちゃかっこいい。あの戦闘シーンとしてはめちゃくちゃかっこいいけどさ、もうなんかもう何とも言えない感じだな。投げ技。ちゃんと足場のところに投げてくれるって優しさね。そう。いや、違う違う違う。違う。もう何やってんのよ、もう。もう、じゃれ合ってる場合ちゃうで、今。そうそう、かっこいいけどね。これがちゃんとした場と展開を設けたらめちゃくちゃ興奮するシーンなんだと思うけど、今はもうやめときなさいって感じだ。ちゃんとファイティングポーズしてる安室さん、かわいいね。これから安室さんとコナン君の絡み結構好きなんだよな。そうそう。ここちょっとさ、ちょっと好きなポイント出るんだけど、多分。あれ？記憶違いかな？多分、この辺で多分出てくる気がする。そう、小学生に諭される大人二人。やっぱ赤井さんの喋り方好きだわ。かっこいいよ。
そうそう、そうそうそう、安室さんが、ほら、ここ、名前で出ないけどいいよね。こういうちょっと別のキャラの話題というか、なんて言うんだろう。ちょっと匂わせるのいいよね。匂わせるというか、なんて言うんだろう。簡単に言ってくれる。ちょっと他のキャラクターのさ、なんて言うんだろう。なんか表現の仕方がわかんないな。どうだろうね。いや、でもさすがにここからは、さすがにここからはカットないんじゃない？さすがに。まだ30分あるしね、時間。いや、大丈夫でしょ。てっぺん？いや、大丈夫、大丈夫。ここからはカットないでしょ。このクライマックスだから多分大丈夫。いや、ヘリコプター好きだね。これヘリコプター違うか？漆黒のチェイサーでもああいうやつ乗ってたよね。ヘリコプターみたいなやつ。ああ、ベルモットの声優さん、英語上手だよね。英語喋るキャラといえば、ベルモットと、あの人だ。また名前出てこない、もう。物忘れが致命的だな。そう、劇場版で、一緒にコナン君行こうね。コナン君延期になっちゃったけど、一緒に行こう、誰か。誰か夏頃、コロナが落ち着いた頃に、黄色の弾丸見に行こうよ。コナン君になんかヘルメットっぽいやつで撃ち落とされたやつね。コナン君の公式様が神なんですけど、どういうこと？あ、ジョディさん、ジョディさん。待って、公式ツイッターなんか言ってるの？あ、一緒に行こう。もうみんなで、横一列で、座って、もう、ウェイウェイ言おうよ、ウェイウェイ。確かに公式、なんか実況ツイートみたいなのやってるね。コナン、劇場版コナンの公式ツイート。フォローしてるんだけどさ。横一列で席取ってね。もう、赤井さんとか安室さんが出てきたら、ウィーウィーって。周りの客迷惑そうな顔するだろうけど。そらさんと行きたいか？ええよ。未成年、お母さんと、あ、未成年の人はお母さんと一緒に来てね。未成年の人はお母さんかお父さんと一緒に来てくれたらいいよ。そうそう、今、公式ツイートの見た、展開に合わせてなんかコメントしてるよね。ちょうど今見返してたとこ、ツイッター。
これ公式がさ、公式がちょっとなんか、あ、なんて、崩してくるのいいよね。また後で見返そう。あ、始まった。ごめん、見逃し、ちょっと集中するわ。あー、思い出しちゃう。あの夏の日の思い出が。大阪遠い？みんな大阪遠いかな。いいよ、交通費ぐらい出してあげるよ。思い出、あの夏の日の思い出。ちょっと、あぶね、ちょっとごめん。なんかすごい、卑猥な表現しそうになった。ごめんね。別に言っても大丈夫だと思うけど、なんかみんな聞いてるから止めた。思い出し、髪短い？あ、そうか、これ、声というか、いい、かっこいい。私。交通費出して、メガネっ子女子限定で、じゃあ出してあげるよ。メガネっ子女子限定で出してあげる、交通費。風見さんやられちゃったじゃん。目がおかしくなる。あ、やられちった。パンチ見えてる。メガネかけていく？うん。ああ。女子じゃない？ね、お金ないのっけ？まあ、別に多少なら払ってあげてもいいんだけど、全然。なんかご飯とかもおごるの好きだしさ。別にあれだったらいいけど。お坊ちゃんの馬車？ちょっとヘルメット可愛いね、今の。あ、かぼちゃの馬車で迎えに行くって。今テレビでかぼちゃの馬車映ってたの？あ、そういうこと。見て、あゆみちゃんの足かわいい。今の見た？あゆみちゃんの足動いてるのかわいかったね。まあ、あんまり好きじゃないけどね、実際会うのとか。そうそう。
みんな勘違い。安室さん、安室さん頑張って。あ、こんばんは。七かのさん。またこっからもド派手に行くよ。あ、ありがとう。褒められると嬉しいぞ。また動画出すから癒されておくれ。あ、七波って読むんだね。はい、いいよ。またもう終盤だけど、また見に来ておくれ。あ、こんばんは。ヘリも操縦できた。あ、ごめん、でも今めっちゃ映画見たい。ごめんね。あ、見られてるよ。何ちょっとジーン、やむちゃしすぎでしょ、ちょっと。あ、こんばんは。いないと分かったら、ポイ捨てだからな。もうほんとデンジャラスだわ。まあでも中に入ってるから、まあギリーね。まあコナンくんだからね。せっかち人。あ、赤井さん、ちら赤井さん。愛ちゃん危険よ。こういう絡みもいいよね。BS？ どういうこと？CM か。チェリーちゃん呼びかわいい。でもせっかちだけど、さっきは 1分も待ってあげたんだよ。さっき安室さんとのシーンではそうちゃんと優しいところもあるからね。ジンの兄貴は。あ、美女と野獣。まあ、これはみんなと見るもんじゃないか。なんか恥ずかしくなっちゃうわ。ノーカットだってよ。ん？なんか言ってる？あ、
ツイートかな？ちょっと今確認しようかな、じゃあ。生き様がかっけえ。かっけえ、キュラソーかっけえ。キャンティ&コルーンやることが過激派。でも憎めない。いい女たちの会話。つえぇ。公式弾けてるな。あんたのこと割と好きだったぜ。あ、今じゃない。誰がツイートしてるんだろうね。あ、ピノとエヴァのツイート結構いいねし、もらってる。ありがとうね。なんか、いいねしてくれた人ありがとうね。そうそう。ウォッカを相棒にしてる時点で確かにね。水が美味しい。そしてお尻が痛い。後でツイッター見てみ。ツイッター名教えてください。どういうこと？何の話？コナンのツイッターの話？ウォッカは癒し系？ウォッカ兄貴。ウォッカ。確かにウォッカ可愛いよね。いや、あの顔で可愛いっていうのはおかしいかもしれないけど、なんていうの？雰囲気。あ、ソラさんの、ソラさんのアカウントは朝のソラって言ったら出るよ。あ、ごめん。朝のソラのツイッターでツイートしてるわけじゃないよ。あの、さっきのコナンのやつ。多分朝の空って出たら一番上に出るんじゃないかな。それか、このチャンネルのトップに多分、あの、乗ってると思うよ。このチャンネルのトップの右上のところのツイッターのアイコンポチって押したら。あ、ごめん、映画始まった。ダニ？ああ、誰かが、かぼちゃじゃなくて朝の空ってやつあるよ。朝の空。朝の空ってやつ、ちょっと待ってね。よかった。朝の空アットポケモン好きゆっくり実況者って名前。ん？あれなかった？やべ、今すごいスマホに夢中だった。あ、ちょっと待って。あのフォロー確認したよ。お、今同じ名前の人にフォローされたの見たよ。ありがとうね。危ない危ない危ない。今の赤井さんのスライディングかっこいいね。じゃあほんと無茶してるわ。あー、ちょっとセクシーなんだけど。
ちょっとちょっとちょっと。もうほんと派手だな。ふん、同じこと考えてる。今の赤井さんのスライディングシーンかっこいいよね。あ、ちょっとちょっとちょっと。いや、ド派手すぎるよ。いや、もうジンの兄貴容赦ねえわ。めっちゃダンスあるね。玄太くん、ちょっと今のあゆみちゃんの声めっちゃ可愛かったんだけど、今の不安そうな声めっちゃ可愛かったね。いいね。こ、赤井さんが坊やっていうのか、いいね。もう、すごい単純な感想だけど。いいね。ちょっと、ちょっと煽る感じいいね。坊やだからさってね。めっちゃツイートしてるんだけど、公式さん。やっちまいな。こっからもかっこいいよね。ほんと、ほんと派手だな。うん、ダメだよ。お、いいぞ。いいよ、チームプレー好きよ。このシュートシーンは欠かせないな、劇場版に。いいね。一見はおなじみだね。あの、劇場版コナンで。いいよ、来たよ。あ。落ちろ。これ直した。ここでみんな落ちちゃったんだね。ちょっと余計暴れてるじゃん。あー、カットされちゃったのかな。もうそういうところがダメだな。テレビ放送ってやっぱカットのとこあるから悲しいよな。
ちょっと今の赤江さんのうおーって声、なんか ちょっと面白かったんだけど。やっぱ DVD とかで見たいね。やっぱ DVD とか劇場で見ないとね。みんな、目黒警部走って。目黒警部走って。まあこれいい。あの、今のシーンはね、さすがに。いや、興味持った方がいいよ、ジン。コナンの映画って2時間もあるんだね。ナイスレシーブ。わーお。何か策があるんだろう。かっこいいわ。伸びすぎでしょ。上走ってる。ちょっと。確かに。出たよ。序盤に博士の新しい、序盤に博士の新しい道具がさ、登場したら後半活躍しがちだよね、劇場版って。序盤になんかちょっと紹介されたら、後半に使い道出てくるよね、大体。ああ。うわ、ちょっと刺さってんじゃん。もう、やめてあげてよ。ちょっと待って。ちょっと髪かき上げるのかっちょいいんだけど。ああ、こう、一見落着なんだけどみたいな感じだな。浅野も花輪君みたいに髪かき上げたいわ、シュワって。キラーンってキラーンって出したいわ、髪から。あー、ちょっと いるか。ちょっとコナン君、
キザだな。ちょ、コナン君言った後恥ずかしくなるよ、こんなん言ったら。あ、ちょっと待って、エンディングも流さないんだ。え、何今の、ちょっと待って、なななな、何今のドリア充な映像、何あの屋上のプールでイチャついてるやつ、なんだあれ。今回舞台外国なんだ。次の映画ってもうドリア充だね、今の。ちょっとそのリア充パワー分けてほしいわ。トイストーリー3は神だよ。トイストーリー3は泣き散らすよ。あ、シンガポールが舞台か。あのね、トイストーリー4もまたいいんだよね。トイストーリー4見た人いるかな？あのトイストーリー4はね、あの一応トイストーリー3でさ、綺麗に完結したじゃん。トイストーリー4ってね、なんか、ウッディがまたいいんだよね。あ、すごい熱狂的なファンだな。いやー、あのね、3まではウッディが主役の物語だったんだけどね、4は主役じゃなくなったウッディの話っていう、ちょっとね、ちょっと寂しい感じだけど、またあの感じも好きなんだよな。アーサーの由来、何の話？そうそう、あ、トイストーリー見たことない？何やって？じゃあうちに来たらピクサー映画祭りだな。ブルーレイボックス持ってるから。フォーね、あの自分もあのフォー自分も最初さ、あの3で綺麗に完結したからさ、個人的にちょっとうんって思ってたんだけどね、あの実際見てみたらね、あれは良かったね、個人的には。いや、確かに結末としては悲しいけど、いや、あれもあれでいいかな、なんか。そうそう、個人的に自分も3までしか見ないようにしてたけど、なんか実際見てみたら、まあまあ確かにね。3までなら持ってるかな。4はアマゾンで見たから、持ってないけど、でも、うちで見れるよ。アマゾンで買ってるから。ファイナルファンタジーの CM してる。ファイナルファンタジーの リメイクやりたいんだよな。でも時間が全くないからできないわ。公式のこの落ちたコメント？あ、でも、放送する前も落ちたコメントやってたよ。なんか落ちた期待してくださいみたいな。なんだっけな、落ちたがどうのこうのっていうツイート。映画の、あ、寝ます。あ、おやすみ。どうしようかな。もうちょっとだけ話しようかな。もうみんな寝るのかな。トイストーリー面白いよ。トイストーリーを、あ、ごめん、ちょっとテレビ消すね。トイストーリーはおすすめだよ。面白いよ。もうみんな寝るのかな。
あ、でもお風呂とか行くのかな、もう。なんかタイミング的に。今日から休校なんだ。あ、そっか。今休校のところばっかりだよね。ん？在宅学習で朝礼がある？朝礼だけあるんだ。チャンネル変えました？ああ。まあ別にタイトルまで変える必要はないけど、まあこのままダラダラと話すかな。まあみんなね、このまま寝ちゃうなら、ちょっと待ってね。ちょっとだけ待ってね。夜遅い時間になったから、子供の時間おしまいってことで、癒しキャラ配置しとくわ。あ、テレビのチャンネルね。ちょっとみんなの人気、みんなの大好きキャラを配置しとくわ。これで黒の組織っぽくなったかな。あ、あつ森起動した？あつ森さ、雷魚が全然釣れなくてさ、もうどうなってんだ、池で釣れるらしいんだけどさ、全然出てこないんだよな。もう諦めかけてる。今日鯉めちゃくちゃ釣ったわ、今日。キュラソーがどうしたの？でも、ウォッカ出したらジンも欲しいよ。ちょっと待ってね。こんな感じかな。島クリエイター解禁した。あ、おめでとう。なんか池で釣れるらしい。雷魚は池で釣れる。あ、でもね、今の時期は釣れない。かぼちゃじゃない。朝の空データで夏にしてるから、そっちで釣ろうとしてるんだけど、今の時期は釣れないぞ。ほんで、全然出現率がひどい感じ。全然釣れなくてのも泣けてくるわ。そうそう。あ、どうだった？面白かったよ。こっちでも見たかったけど、あ、家族と見てた？うん、それがいいよ。やっぱ家族との時間を大切にしなされ。みんなケラスを狙ってた？どういうこと？ここからは大人の時間だから、ジンとウォッカが見守ってくれてるよ。ああ、マグロもね、マグロもあんま出ないよね。マグロとか、サメ系とか。マグロは今釣れるのかな？
マグロ、海の魚は結構後ろの方かな。マグロは1月から4月、1日中、あ、ふぶきさん、ふぶきさん、マグロなんか浅橋って書いてるよ、海だけど。これあれじゃないかな、ちっちゃい橋のとこじゃ釣らないといけないんじゃないかな、もしかしたら。シャチは釣れたらすごいね。海じゃなくて浅橋って書いてるよ。それ分かってるかな。お仕事であんまり、なんかちょっとした橋あるじゃん、海に。なんか途中で途切れてる、あ、桟橋か。あ、それ桟橋って読むのか。あ、ほんとだ、漢字違うわ。浅いって感じと思ってた。桟橋。ごめん、もう学力の低さがもう、もろバレたわ。ずっと浅橋と思ってた。そうそう、桟橋ね。桟橋って橋だよね。ごめん、もうみんな言わないで、一人でいいよ。もう。そこでしか出ないんじゃないかな。わかんないけど。あ、お風呂とか寝る人はもう行っておくれね。自分の時間。あ、そうそう、桟橋。桟橋か、うん、その浪人アジとかさ、シーラーも釣りたいんだけど、出現率低いみたいで、時間かかりそうだな。明日早めにやること終わって釣りに専念しようかなと思ってる。全種類寄贈して動画にしたいから。うん、コナンのツイート。島整備やりたいけど、道具壊れるのがめんどくさい。ん？道具何が壊れる？あ、スコップか。ちょっともう、コナンの公式アカウントよ。インスターは何やるんですか？卵を集めるだけだよ。卵を集めて、ぴょん太郎に渡して、アイテムゲットしておしまい。だから、あーね。斧使う系？島整備、斧使う？あ、そっか。あれか。いらない木処理したいのか。コメントで笑っちゃった。ふぶきさん、焦点はまだ一段階進化してないの？あ、そっか、明日釣り大会あるね。あ、こんばんは。焦点がバージョンアップしたらさ、ちょっと頑丈なスコップとか買えるんだけど。まだそれできない状態かな。
それがないとDIY ちょっとめんどくさいでしょ、確か。そんな、改まらなくていいよ、別に。ベル持ってるなら、ベル持ってるならこっちで買わしてあげようか？他の人もそうだけど、スコップ、道具買うベル持ってるなら、買いだめしに来てもいいよ。いや、耐久はスコップ、普通の道具と同じぐらい。もう、普通にあっけなく壊れちゃう。あ、まだ島の評判星に。あと一段階、物とかいっぱい置いたら意外といける。頑張って。マイルで交換できるアイテムとか、あと木とか花増やせば。あ、朝礼、おやすみ。うん、眠たい人寝てね。女性と思ってたの？女性と思ってる人はなかなかレアだと思うよ。はいよ。あ、今でもいいよ。っていうか。今暇だったら、ゲート開けるよ。配信画面には映さないけど、垂れ流しで置いといてもいいよ。すぐ動物の森配信するかわかんないし。なんか他に買いたい人おらんか？他になんか道具買いたい人いたら来てもいいよ。あ、こんな声だとは思わなかった。どういう声と、なんか、超低いなんかのぶとい声とかと思ってたのかな。あ、てか今、店時間空いてるかな？もし、じゃあ、スターダストさんもおいで。はいはい、了解。ちょっとだけ待ってね。パスワードを確認してコメント打つから。あ、違う。0TMMG かな？あ、しまった。誰でも OK と押したかな？やべ。誰でも OK と押したかな？まあ、いっか、ちょっと待つか。入れなかったら言って。入れなかったら教えて、ちょい。一応、道具買いたい人だけ来て。あんまり道具買いたい人の邪魔になったらあれだから、とりあえず道具を買いたい人だけ来て。ちょっと画面映せないけどね、今。結構ややこしいんだ。ソラさんの声聞く前は、ちょっとカボチャの声イメージ？ああね。確かにカボチャの声低いもんね。ごめん、あんまり低いイケボな感じの声は持ってないんだ。カボチャっぽい声は好きなわけじゃないけど、あれ？もしかして、はい、誰も入れない？もしかして。
パスワード打ち込んだのに、こう入れないやないけってなったら、教えて。多分こっちで設定ミスってると思う。思われる。なんか誰も来ないから、設定ミスってそうだな、これ。かぼちゃのイメージ強い。確認、あのパスワード押したけどダメだった人いたら教えて。そしてなんか話題振ってくれたら話すべ。桜のポシェット持ってるかな。あの季節のところでしょ。あ、ごめん、持ってるわ。桜のポシェット持ってる。桜シリーズは、桜の盆栽、桜の枝、お花見セット、お花見ちょうちん、桜クロック、桜の絨毯、桜の傘、桜のポシェット、桜のステッキまで持ってるかな。あ、あとあれ。忘れた。なんか石のやつ。メガネは好き。筋肉はそんな好きじゃないかな。うん、そう、メガネが好きというか、メガネが似合う人が好きかな。あれ。ごめん、ちょっと待って。適当に読んだから見返す。あるよ、桜の盆栽。必要な素材、桜の花びら6個、硬い木材、雑草、粘土。必要だったら、素材持ってきたら作ってあげるよ、代理で。今通信してもいいよ。桜の花びら6個、硬い木材2つ、雑草3つ、粘土3つ。あと、浅野に対する、表現の仕方難しいからやめとこう。なんか言いすぎたら変な感じになっちゃう。ああ、なるほどね。いや、ごめん、自分がテンション高い人好きじゃないから、でもそれでそうだと思う。なんか動画でうるさいと好きじゃないんだよな。とか言いつつうるさい系の人で好きな人いるけど。あ、いる？待って。じゃ、素材言うよ、もう一回。桜の花びら、硬い木材、雑草、粘土。そして浅野に対する、なんか、良き気持ち。うん。これぐらいの表現だったら変な感じにならない。入れない？じゃあやり直すわ。ちょっと待ってね。ああ、でもポケモン実況で好きな人とかほぼいないからな。ちょっと待ってね、ごめんね、もう一回、パスワード変わると思う。ん？呼ばれ方は気にしないかな。もう昔のあだ名とかすごかったからな。普通の名前とか、名前プラスさん付けでされるだけで、普通にいいよ。もう小中高と自分の名前で呼ばれたことなかったから。ちょっと待ってね。ごめん。
あ、ポシェットの素材待って。あ、ま、待って、それポシェットの素材作りたいって、あの、ポシェット作ってほしいってこと？あ、ちょっと素材取ってくる？了解。しまった、パスワード。はい、入力するね。あと雑草、雑草だよ、雑草3個。え、リサさん、リサさんは今日じゃないの？リサさんも今来ていいよ。13R で合ってるな。これ打ち直してみておくれ。いや、あつ森は画面に映さないけど、あの道具屋さん使いたい人だけ呼んでる。だから他の人は来ないでね。メロンパンは好き。うん、好きだけど特別好きじゃない。パン屋さん。パン屋さんで、パン屋さん行くとしたら、必ず買うのはカレーパンでしょ。カレーパン、ちょっとチョコ系が入ってるクロワッサン。この二つに、二強かな。で、ちょっとアンドーナツ系も好きだし、あとちょっとピザ風のパンもちょっと、あれちゃうかな。とりあえず、パスワード打ったから待ってるね。あ、外で待っとこう。あ、こんなん見ててテンション高い朝の新鮮だった？確かに普段はそんなにテンション上げないかな。確かに。でも一人でアニメ見てる時とか結構ね、うお、かっこいいとか、あ、かわいいとか、あの言ってるよ。あの一人で見てる時でさえね。あ、おにぎりも美味しいよね。あ、誰か来たよ。でもさ、ピザ好きなんだけどさ、一人暮らしで出前ってさ、一人暮らしでピザの出前ってさ、めっちゃハードル高いじゃん。あれ、リコさんは何しに来るの？あ、硬い木、花びら、桜の花びら、硬い木材、粘土。あ、ちょっと待って。あの、もう作っちゃうわ。あの、ピザ出前したいんだけど、一人じゃ量多いじゃん。だから誰かと住みたい。前ツイートもしたんだけどさ、あの、1500円以上から注文とかさ、いや、一人分で1500円で、ってなっちゃうじゃん。あの、先に作っちゃうわ、盆栽。あの、速攻作れるから。ちょっと待ってね。あー、ラッシュだ。あ、道具欲しい、あ、道具買っていいよ。あ、じゃあ桜のポシェットも作ってあげるよ。そう、だから誰かと暮らしたら、あの、一人750円分の、あの、注文で、あの、出前できるんだよ。めちゃくちゃいいよ。あの、うちガストとかあるんだけどさ、ガストで1500円分ってなっちゃう。いや、送料無料はありがたいんだけど、ガストで1500円も頼むのってなっちゃう。そうそうそう。出前館とか楽天デリバリーとかで頼むんだけど、いや、ウーバーイーツはなんか、あの、素人が配達するの好きじゃないから やらない。
ガストの出前あるよ。ガストの出前あるっしょ。あー、まあ確かに食べれるんだけど、あ、誰か来たんだっけ今。これ誰？あれこれマジで誰？ちょっと待って、はい、了解。楽天デリバリーとか、出前館ならあるよ。ガスト。あ、了解。おいで。あと銀の皿っていう寿司の、お寿司の、あ、男の人だったんだ。どこ行った？噴水の右に置いとくよい。あー、しまった。自分のものにしちゃった。でも、ガストまでは遠いからね。だってガストまで駅、二駅分ぐらいあるもん。いや、だったら食べて帰るよ。じゃあ。まあ、それが、笑顔で配達するのが、それが、基本普通だからね。それができて当たり前だからね、接客は。そうそう、それでいいと思って、ような、なんていうの、なんていうんだ、他の人があれだから。なんかいろんな動画とかツイートでさ、なんかもう配達が、でトラブってるのを見るとさ、ちょっと嫌になっちゃう。やっぱちゃんと仕事としてやってる人に頼みたいわ。いや、まあまあ、Uber Eats の配達にもちゃんと仕事の人だと思うけど、中にはいい加減な人もいるだろうし。あ、ふぶきさん来たね。朝のは、うなぎとネギトロ。てか、あれ、リコさんだっけ？リュック作ったよ。寿司、ネギトロが一番好きで、うなぎと、あ、やべ。あー、ちょっと待ってね。ごめん。ネギトロならめっちゃ食べれる。ごめん、素材ちゃんと言ってなかった。まあいいや、ちょっと数を補うわ。雑草でしょ。雑草、硬い木材。うなぎも美味しいよね。地元の寿司屋さんのうなぎめちゃくちゃ美味しかったんだ。でもめっちゃ昔だから名前忘れちゃったな。そんな雑草一つぐらい全然気にしないよ。あー、ごめんごめん。でも一応拾おうかじゃ。これもらっていいのかな？あ、了解。あ、
あ、ごめん。はい、おいで。あ、もうなんか服かわいいんだけど。ごめん、さっきまでコメントに集中してたから、ちゃんと見れてなかった。うなぎ、サンマは食べたことないな、お寿司で。焼き魚としては好きだけど。あとはマグロも好きだし、イカも好きだし、あと何かな？まあ寿司じゃないけど茶碗蒸しも好きだし、あと甘エビも好きだし、生エビも好きだし。あ、了解、おやすみ。また明日も、うん？あ、予定か、予定ならまあ別に頑張れ言わなくていいか。みんなで寿司も行きたいな。あの、スシロー行って、かぼちゃの天ぷら食べよう。スシローのかぼちゃの天ぷら美味しいよね。あー、サンマ珍しいのかな。あれ、なんだ？なんかもう可愛いわ。なんだろうね、あの、可愛い服ってわけじゃないんだけど可愛いよね。なんて言うんだろうね。あれ、これてかこれコナン君かな。なんかさ、なんだろうね、なんて言ったらいいんだろう。あ、誰か一人帰っちゃったね。お寿司ぽあ、ごめん。あ、でも過去の配信で見た人いると思う、結構。あの、チュルさんっていう、未熟な筋肉の人ね。未熟な筋肉の人が、いつもしてる格好。なんかさ、これ、可愛い服ってわけじゃないじゃん。あの、ヒゲとかも。でもなんか可愛いよね。なんかコナン君っぽい格好してる人もいるわ。あ、はいはい。はいはい、回収するで。その間に買い物しといていいよ。なんか花植えてる。盆栽だよね。あ、充電ない？了解了解。あれ？なんかイースターのベッド持ってる。なんで？あれ？イースターのベッド誰かくれた？あ、そう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 。ネームさんは似合わないな。え、ネームさんはちょっと似合わないかな。もう可愛いけど。あ、了解。お疲れ。そうそう。これもくれるの？あ、ありがとう。あ、なんかイースター系みんなくれるんだ。ありがとう。ベレー帽？あ、これは自分のじゃん。またあつ森配信見たい？うん、まあ、やる機会あったら通信してもいいよ。じゃあ日曜日。
いやー、全然、1ヶ月全然するよ。動画作ってるからね、まだまだやるよ、あつ森は。あ、いえいえ。もう、え、数的には十分かい？もうたくさん買った？じゃあ日曜日雑談じゃなくて動物の森しようかな。まあどっちでもいいんだけど。今月買うよ、あーそっか。今月っていいつにもかにもよるけど。まあ配信するかはさておき、プレイは続けるよ。あ、よかったよかった。変えたならよかった。あ、了解、ありが、はいはい。用事終わったら帰ってもいいよ。今日はスコープとか、斧買いたい人だけね。そう。今日はカラフルなスコープとかだけど、これ日替わりでいろんな模様の道具買えるから、たくさん買い物したりして、商店をバージョンアップさせたら便利だよ。まあ、やっぱDIY で毎回作るのめんどくさいからね。まあそこまで耐久あるわけじゃないんだけど。あとは、ポーチでいいかな。あ、25日給料日だから、あ、大人の人ね。てっきり学生さんかと思った。もうじゃあもう、超節約、ん？誰だ？あ、誰か変える、ん？なんか格好変わってる。誰だろう？なんか今変な人いたよ。赤いユリの種欲しいけど、売ってる？いやー、ユリはカボチャじゃない。朝の空の島なら売ってると思う。朝の空の島はまさにユリが特産？だもん。めっちゃ節約して今買っちゃえばいいじゃん。6000円ってやっぱきついか。ちょっとなんか他のこと我慢して今買っちゃったらいいじゃん。いい大人なの？いい大人なんだ。あのもいい大人だ。なんかクレジットカードとか使ってないんだ。あ、誰かが帰るみたいです。あ、てか今の変な人の正体分からなかった。誰だろう。あ、リサさん。あー、ちょっと待って、その服ちゃんと見たかったのに。今スイッチ画面見てなかったから、なんか変な服というか、なんか、得体の知れないものを何かわかんなかった。自分はクレジットカードでさ、買い物してるからさ、ネットとかで。後払いだから割と、1月通して、私です。1月通していつ買ってもいい感じなんだけど。同じ年ぐらい？じゃあ17歳ぐらいかな。あ、卵のお寿司の服。すげえ珍しい服だな。あれ、もう誰もいなくなった？そして誰もいなくなったのか。浅野がまだ17歳だからね。あ、20歳だからね。あ、これもじゃあ閉めていいな。え、閉めていいよね。
タクシーです。よし、これで配信終わったら、あ、流星群お願いしまくろう。星のかけらなかなか手に入らないからね。あれ、終わっちゃった。はい、また盆栽。いえいえ、ね、素材はこっちもらったから気にしないで、全然いいよ。あー、こっちいいよ。うん、またな、気にしないでおくれ。またなんかすることできることあったらいいな。あれ、メッセージするときはめっちゃ敬語だな。メッセージするときタメ口ほぼ使えないわ。なんかインターネットの世界だとなんか、うん、敬語だな。まあ、メッセージしたことある人はわかると思うけど、なんかなかなかタメ口がハードル高いよな。JK じゃない、だってJK は女の子でしょ？あれ？ JK って女子高生だから、男子高生だから DK だよ。 DK ドンキーコングみたいになって、男子高生だから DK だよ。ドンキーコング、だって大人はね、20歳になったら年齢のカウントがストップするからね。みんな永遠の20歳なんだよ。みんな若いままなんだ。おどいて。え、敬語大事。まあね。まああんまり言う必要ないしね。永遠の二十歳。あれ、画像あったかな。なんか一応これぐらいか。ちょっと珍しい組み合わせ。ね、20歳でいたいね。いつまでもどこまでも。さすがに12時までには終わろうかな。眠たい。ああ、声優さん、ね、年齢不詳の声優さんかわかんないけど、誰かは。お腹すいた。回転寿司も行きたいし、焼肉も行きたいな。誰か連れてっておくれ。あと食べ放題のバイキング、食べ放題のバイキングも行きたいな。なんか中華系とかいろんなところも。あ、こんばんは。まあね、まあ精神状態は別に、精神状態は気にしないけど、まあ、肉体がね、肉体が若返るといいよね。うん。音もしたい？いいよ、ついておいで、おいでって言ったらは。え、もう流れ星終わったの？
まだ来るんじゃないの？いや、もうみんな分おごってあげるよ。今月はお金に余裕ないけどね。今月はと動画投稿も戻ったし、あの収益広告単価、あ、前も話したけど単価がもう悲惨なことになってるから、もう焼肉行く余裕はないわ。あの、叙々苑って聞いたことあるでしょ。叙々苑ってあの一回だけ叙々苑行ったことあるんだ。あの、ツイートしたんだけど、昔。もうそれがめちゃくちゃ美味しくてね、もう一回行きたいんだよな。叙々苑。もう、あの、田舎民の浅野ですら、聞いたことがあった叙々苑に行ったんだけど、超美味しかったわ。もう、タン分厚い。ハラミ美味しい。ビビンバ美味しい。店員さん可愛いでね。叙々苑、そうそう。叙々苑。まあ、さすがにみんなと叙々苑は無理だけど。破産するわ。貯金持ってかれるわ。叙々苑。頑張ったご褒美にさ、あの、ランチセットとかじゃなくて、完全に単品とか頼んで食べたんだ。で、昼食なのに1万円超えたからね。まあいいんだけど、まあ、動画頑張った後に、3万とかいっちゃうの。それだけ美味しいからいいんだけど。そうそう。いいよ。ここえげつない。そう、結構値段がするんだわ。まあでも美味しいし。まあたまにはね、たまにはで食べるならいいよ。まあ結局食べ放題がいいんだけどね。結局あの3000円ぐらいの食べ放題が一番幸福感があるんだけどね。たまにはなんか少ない質のいいお肉を上品に食べたいわ。そうそうそう。あれ？ウルトラサンムーンの時だっけ？ソードシールドの時だっけな？どっちだっけ？いや、じゃあ、ショードシールドより前かな、行ったの。なんかの動画頑張った後にやって。やっぱあの、たくさん動画出してる時期って収益も多いから、それで余裕ができて、もう、奮発したんだよね。食べ放題といえば、何が有名なんだろう？ワンカルビとかが有名かな。そうそう。みんなもお父さん、子供の人はお父さんお母さんにおねだりしてみ。あ、吉野家美味しいよね。あれ、ワンカルビ知らない？そっか、関西系のチェーン店なのかな、もしかして。え、じゃあ何が有名？焼肉屋さんといえばどこ？よく、あ、ウルトラサンムーンの時か。あれな、あれじゃあ、デンとか、焼肉デンとか知ってる？初耳が多い。なんと地元限定だったのか。地元というか関西限定なのか。あ、牛角ね。牛角は有名だ。
うちがよく行くのは七輪、あ、わかんない。ジャンジャン亭もわかんないし、徳川ホルモンもわかんない。ワンカルビ多分関西は知ってると思う。あ、牛角、やっぱ牛角はやっぱ、王道だね。牛角はみんな知ってるんだ。どっち？そうそう、わかんない。全然わかんないぞ。あ、焼肉キングはね、地元にある気がする。地元じゃないわ、近所。今住んでるところの近所。ワンカルビー CM 流れてるよね。安い食べ放題ならおごれるかな。ちょっと奮発すれば。そして最後、支払った後にみんなに並んで、浅野さんありがとうございましたって言ってもらうわ。なんか芸能人の先輩みたいに。スタミナ太郎も聞いたことある気がする。うん。でも、食べに行ったことはないかな。そう、なんか名前聞いたことあるな。なんとなく。まあ、そんな感じかな。ゴチになります。ハラミ食べたい。嘘でしょ。お寿司の中にガラス入ってた。それはかなり危険だね。確かにそういうことがあると怖いよね、なんか。てか焼肉屋さんにお寿司あるんだ。まずそこに驚いてるんだけど。結構危ないよね。多分そんな硬いガラスじゃな、なんていうの、プラスチックっぽいガラスってこと？うん、ガチのガラスだったらめっちゃ危ないよね。あ、お口ね。それ何気に危ないよな。ああ、なるほど。あ、口に入れてないんだ。ああ、なるほど。よかった。食べる前に気がついたのね。よかった。いや、なんかもう想像しただけで痛いわ、なんか。口の中にガラスとか。いや、どういう経緯で入ったんだろうね、マジで。ああ、お椀のガラスか。ああ、なるほど。てか、焼肉屋さんにお寿司があることに驚いてるんだけど。何、焼肉もあるけど、お寿司もあって、なんか、どっちかというとバイキング的なお店なのかな。どっちかというと、なんかそういう店あるよね。なんかソフトクリーム回
自分でできるやつとか、なんかいろんなある店あるじゃん。なんかうどん作れるとか、お寿司あるとか、焼肉の肉並んでるとか。そういう店かな？あ、チャーハンもうどんもクレープも何でもあるよ。最高やんけ。あー、クレープもいいな。クレープ作りたい。じゃあスタミナ太郎行きたいな、なんか。でもなんか今の話聞くと怖いな。まあ、そうあるもんじゃないと分かってるけど、なんかちょっと怖いね。子供好きだろうね。朝の少年だったらもう、朝の少年だったらパーリーだわ。もう、欲張りセットで入れまくるわ。いいね、そういう、そういう店も行きたいけど、なんか一人だとハードル高い。焼肉とか、まあお寿司は割と一人で行きやすいかな。焼肉の食べ放題とかちょっとハードル高いな、一人だと。まあ確かに元はね、元取るのは難しいね。まあでも、食べ放題の一番のメリットは、まあ高くはなるけど、いろんな品を食べれることが、まあ唯一、なんか一番のメリットだと思うから。あんまり、個人的に量はそこまでこだわらないかな。なんかさ、中華屋さんとか行くとさ、ああ、これも食べたい、これも食べたい、これも食べたいってなるけど、食べ放題になるとさ、ちょっと一品ずつなんか、ちょりちょろっと食べれるからいい。なんか、やっぱその点がいいよね、食べ放題だと。なんか、酢豚、餃子、天津飯、なんか、あれって。こっち体勢はあるけど、バイキングで焼肉は無理？まあ、一人映画は大丈夫かな。まあ、映画むしろ映画は基本一人で行ってるから、ずっと。まあ、でもあんま、でもいっぱい食べないとお金もったいないけどね。自分はそこまでいっぱい食べれる人じゃないから、まあなんとも言えない感じだ。一人で行けるのは動物園くらい？動物園とかそういう系は気が楽っちゃ楽か。あ、逆に映画は一人の方がいい？やっぱ人によって違うね。バイキング、あ、違う。やっぱ他の人がいると邪魔になっちゃうってこと？その映画館で。隣に誰かいると、なんか気が散っちゃうってことかな。まあ、実際映画見るときは、隣と会話もないしさ、映画館だと。まあ、いてもいないが、いなくても一緒だけどね。ああ、そういうことか。泣きづらいってことね。そういう理由か。ね、それはあるな。なんか、あたしんちでそういう話あったな。なんか、女友達3人で映画見に行って、
おのおの泣くタイミング気にして、結局泣けなくなっちゃうっていう話。食べ放題行く相手が男多いんで、食わせときますね。何そのモテ女的な感じ。あ、すぐ泣いちゃうんだ。映画館で泣いたことは1、2回しかないかな。あんまり感動系の映画って映画館で見に行かないから、あんまり映画館で泣いた経験ないんだけど。泣くのバレるのはちょっと恥ずかしいよね。結局コナン君はいつ映画するんだろう。まだ延期は決まったけど、いつ放送される、いつ始まるか言ってないよね。あの次のコナン君の映画。頭ぼーっとする。ポケモンの映画。遠いね。コロナが収まらないとか。外では我慢しないとね、泣くの。早く収まってほしいな。なんかいろんなことが不便だから悲しみだわ。あー、てかもう12時だ。うん、ごめん、今日はもうちょっとで おしまいにするわ。ちょっとまた日曜日も配信するし。どっちの方がいい？雑談と動物の森のプレイどっちがいい？でも動物の森は正直、あのオフラインプレイするかもしんないけど、あの通信するかはわかんない。あの魚図鑑埋めたくて、あ、それやりながら喋るか、普通に雑談だけの配信するか、どっちかわかんないけど。雑談しようかな。あの普通に話すだけの方にしようかな。ありがとう。ウォッカバイバイ。また会いましょう。雑談でいいかな。なんかみんな、まあ、確かに動物の森してない人はあれか、何、眠たい。うん、じゃあ配信にしよ。配信はコナンじゃない、雑談にしようかな。チャオボッカ。ウォッカは闇に消えていった。待ってください、兄貴って言いながら。で、土曜日が交換開始で、日曜日に雑談して、そしてまた平日を頑張って、金曜日に根性のフィストを見て、って感じかな。また新たな一週間を乗り切らないと。そんな感じかな。雑談にしようかな。
またなーなーと喋るから来ておくれ。深いの闇へ消えていった。来週も時間あったらコナン見よう。まあみんな仕事だったりするかもしれないけど。来週から忙しい勤務なので、あーマジでか。うん、また、まああんまり自分で癒してる、あんまり自分で癒してる自覚はないけど、また見に来ておくれ。うん。共に話そう。いや、マジで仕事忙しくなる人を、頑張ってね。なんか、別にそんな言うしかできないけどさ。あ、そらさんのお話。はい。ありがとう。あんまり、なんか自分が褒められてるコメント読むの恥ずかしいけど。あ、了解。あ、でもまあ休みはし、でも、こっちのチャンネルは別に、仕事として捉えてないし、むしろ休み?なんて言うんだろう。趣味、なんて言うの?こっちのチャンネルは別になんか、あっちのチャンネルとは違って、まあ、休息的な意味でやってるから別に、無理はしてないよ、毎週。まあ、やらないとしたら単純に、時間がないって感じだと思うから。まあ別に、うん。その点は心配しないでおくれ。あ、寝落ちしてた。ああ、おやすみおやすみ。バイトの人を早く寝ておくれ。あ、そうそう、息抜きかな。なんか、前も言ったけど、人との絡みに飢えてるからね。あ、了解。あ、でもあれか、金曜日は多分、金曜日は仕事かな。じゃあ。そうそう、もう、大阪来てからの絡みが、もう、鶏肉屋さんのおばちゃんとしか、ほぼ接してないからな。その他は孤独人間だからな。あ、いや、ありがとう。てか、みんなは生活大丈夫なのかな?今見てる人はちゃんと仕事とかできてる状態なのかな?なんかその辺も心配だけど。まあ学生さんは親が、あ、黒当番?あー、じゃあ来れるんだね。やば。いいね、風呂当番っていいね、なんか。なんかお風呂当番、ご飯当番とかいいね。なんかもう朝のは全部水、我が当番だから、なんか新鮮だわ。そっか。コロナで自粛。仕事忙しい。いや、忙しいよ、マシっていうのはちょっと おかしいかもしれないけど、やっぱない方が辛いよね、仕事。あれだよ、なんか生活苦しかったら誰かに言いなされよ、ちゃんと。なんかあんまり一人で抱え込むのはあかんからね。まあ、貯金とかしてたり、給料、なんだかんだもらえる人は大丈夫だと思うけどさ。なんか生活苦しい人はちゃんと誰ぞに言いながらよ。あ、国家試験なのに?
なんだ、そんなエリート学生だったのか。なんか国家試験って聞く、何の試験かわかんないけどさ、国家試験ってなるだけで、なんかめちゃくちゃ難しそうな試験な感じするんだけど。まあもう、忙しいのも、まあもちろん大変だけどね。やっぱないのもないで、辛いよ。あ、コロナのせいで仕事が面倒くさくなってる。まあ、ちゃんと生活できてるならいいんだけど。まあ学生はまだ、まあ、まだマシかな。なんか自分も収益止まった時そうだったんだけどさ、やっぱなんか次の収入がないってなるとちょっと焦るよね。ああ、貯金崩さないといけない、怖いね。4月中に収まるといいけどね。まあ頼る人がなかったら浅野に言いなはれ。浅野が問一でお金貸してあげるわ。どこぞのグループみたいに問一でお金貸してあげるからな、支援してあげるから。違う、トイチはあっちか。別の漫画だな、それは。トイチで貸してあげるよ。もうめっちゃ。もうサングラスかけた分、めっちゃこういかつい感じの格好をした。めっちゃいかつい感じの格好した浅野が毎日ドアコンコンって鳴らしながら、返済日過ぎてまへーって言いに行くで。トイチはまずい、確かにね。だって10万円借りたら10日で1万円利息というか、利息じゃないわ。増えるんだもんね。勉強頑張ってね、イノさん。そう、トイチ、まあ漫画でしか聞いたことない。漫画とか映画でしか聞いたことないけどね。返さない。ああ、なんか根がシャイだから拾いにくいわ。ごめんね、別に変なコメントじゃないけど。いや、もうほんと実際めちゃくちゃ人見知りだからな。やっぱみんなの顔見えないと喋れるけどさ、やっぱだね、実際会うと絶対喋れないんだよな。人見知りの極みだからさ。なんか、もう正直今は独り言みたいな感じだからさ。いや、まあ、トイチは冗談として、なんか、金銭的に困ってるなら誰かに言いなはれよ。なんか今は大変な人は大変だろうし。まあ別に親に頼れば大丈夫だ。そのままちゃんと貯金してるからな。貯金してるから何ヶ月かニートしても大丈夫だけど。
そうそう、そうだよね。やっぱ話すの苦手。なんだろう、喋る自体は、まあ、いけないこともないけど、なんか、こうね。多分、こいつ全然喋らんやんけになってしまうと思う。まあ、話題振ってくれるタイプの人ならまだいけるかもしれない。一応相手が投げた質問を返すだけで一応会話は成立するから。こっちからは何も返さない。なんか、投げかけないけど。喋るのは、米はちょっと悩むときある。やっぱ初対面は緊張するわ。あ、ごめん。12時過ぎてるやんけ。終わろう。ね、ごめんね。じゃあ、日曜日は、雑談配信をします。なんか話題考えといて。なんか話題、またコメントしたら拾うから、なんか喋って欲しげなこと言っておくれ。その時。あ、お疲れ様、ありがとう。なんか、結局コナン終わってから1時間以上話しちゃったけど。あ、お疲れ様、ありがとう。あれ、お疲れ連打。また平日じゃない。あ、もうちょい、意味わからなくなってくる。また、寝る人はというか全員寝るだろうけど、まあゆっくり寝ておくれ。あのはすぐ寝るか、動物の森で釣りしてから寝るかの二択かな。なんか、ゆ、ゆ、ゆし、ゆ、えー、待って、ゆ、ゆ、ゆし、ゆしさんって人ツイッターしてる？ごめん、終わる流れになって、ゆしさんって人、ツイッターしてるのかな？あ、お疲れ様でした。また日曜日、はい、待ってます。最近は割と、ゆっくりペースでやってるから大丈夫で、ありがとう。ゆっくり寝るさ。え、同じ名前？あ、てか、結構おも、あ、ごめんね。お疲れ様ムードになってごめんね。なんかあっちのチャンネルじゃなくてさ、正直こっちのチャンネルでしか見ない人いる、い、いて、なんて言うんだろう。で、ツイッターでも、リプくれたりさ、いいねくれたりする人いるんだけどさ、なんかちょっとさ、最近知った人で。で、ツイッターと名前が一致してないとさ、なんかその、なんて言うんだろう、わかりづらいというか、なんて言うんだろう。なんて言ったらいいのかな。みんな同じ名前でやってんのかな。いや、フォローしてる人はみんなは知ってるんだけど。吹雪さんとか、リサさんとか、アクアさんとか、ジジさんとか、その辺を知ってるんだけど。みんな同じ名前でやってんのかな？正直なんか前の配信かな？なんかリプくれたんだけどね。あれ？この人誰だろうって思ったことあったんだよね、確か。みんなこれ YouTube チャンネルの名前と違うのかな？正直初見で見分けつかないからさ、ツイッターの方だと。あ、ごめん。名前言いたくない人は言わなくていいよ。ごめん、ごめん。
をしてる赤は同じ名前ですね。あ、さくらさんは知ってる。前イラストもらった時見たから知ってる。さくらさんは知ってる。ユシーさんはハリネズミ専用赤って名前？うん。この配信後にいいねくれたら、そのいいね一覧から確認するわ。あ、ハリネズミ、モカ VS ユシ。あ、ごめん。でもこんな話して、フォロー返すわけじゃないからね。あ、ツイッター見る線。あー、了解了解。前も雑談で話したけど、新しくフォローはしないようにしてるからさ。フォローはしないんだけど、人、好きな人関係なく、うん、ただ認知したいだけ。そういう話。うん、あ、じゃあ了解。うん。それで、今コメントくれた人は記憶するわ。うん、ごめん、それだけね、ごめん。終わるモードで、ちょっと話題変えちゃって。それじゃ今度こそ終わるね。